こんにちは。今日はこのダイソーで買ってきた白い丸型の紙のコースター、こっちにね、ここにコラージュをしながら楽しんでいこうかなって思ってます。よし、はい、ダイソーのね、この丸の紙のコースターは10枚入りです。もともとコースターなので、すごい作りもしっかりしているので、あれですよね、これにもうペーパー貼ってレース貼れば、それはそれで表紙とかにも使えるようなアイテムになるのではないかとも思います。で、今日はこれにちょっとペットテープとかもいっぱいあるので、あとはね、端切れのね、デザインペーパーとかも使っていこうかなと。で、まあ、このコラージュしたものは、まあ、ラッピングのを添えたり、なんて言うんだろう、こうね、ラッピングに添えたりとか、ファイルの表紙に使ったりとか、まあ、いろいろ使えれたらなって思っています。よいしょ、いや、とりあえずやっていこうと思います。使おうと思うのはデザペの端っこと、あと、まあ、メモだったりレースペーパーだったり、そういうものを使いながら、こういうちょっとちっちゃい端っことかを合わせながら、ちょっとね、いろいろね、作ってみようかなと思います。
な感じでね、コラージュ完成です。かわいい。レース二重につけて、これシーンで購入したものだったかな。この辺がこの前のね、あの購入品紹介で購入した素材ですね。だからその辺使って、このマステはちょっと余っていた端っこのものになります。とそのまんまね、あとね残り2つちょっと作っちゃってたんですけど、これもこっちがね確かにシーンの購入品ですね。女の子のダイカットを合わせてコラージュしてみました。これファイルの表紙とかにすごくいいと思います。丸だし丈夫だし、厚みが合うってと厚みあるし。でこれ今回ねこれで、ね、チェーン通してみたんですけど、このチェーンは裏から見るとこんな感じで、どこもねくっつけてないので、通しているだけなので調整が可能です。こう引っ張るともうちょっと上に行って、こっちもねここからねこうちょっとグイッと引っ張ってあげると時計の位置もずれたりして、自分のいい位置にこう移動ができる。ちょっとねまだ自由が利くようにチェーンを通してコラージュしてみました。でちょっとこのお花の部分とかはね後ろまだ粘着がある状態なのでペタペタしちゃうんですけど、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたねー。